ヤリスクロス G グレード 4WD ご紹介していきたいと思います。ジャパンカーレスキュー就職したい企業第1位、ジャパンカーレスキュー広報部エリです。今日はヤリスクロス G グレード 4WD ご紹介していきたいと思います。ヤリスクロスハイブリッド Z の詳しい紹介動画は概要欄にリンクを貼ってますので、ぜひ見ておくれやす。こちらヤリスクロスの G グレードなんですけれども、メーカーオプションでフル LED のヘッドライトがついています。なのでヘッドライトとしては Z グレードと同じものが付けられている形になります。こちらヤリスクロスの G グレードということで、16インチのタイヤサイズとアルミホイールが付いてる形となってます。こちらが Z グレードだと18インチでかなりかっこいいホイールが付きますので、ちょっとここに関してはメーカーオプションで付けてもいいのかなっていうところではありますね。カタログでもそうですけれども、タイヤのホイールが非常にヤリスクロスのかっこいいデザインと合ってましたので、ちょっとこれに関しては残念かな、やっぱりメーカーオプションつけたいなっていうところがあります。ここにヤリスクロスのロゴが入っています。これすごくかっこいいですね。いいと思います。はい、それでは後ろ側も見ていきたいと思います。こちらもメーカーオプションでフル LED ということで、後ろもリアコンビネーションランプとなっています。トランクの中も見ていきましょう。手動で開ける形となります。はい、やはり SUV ということで結構広いラゲッジが取られてるかと思います。 1m はないですけれども、80から 90cm ぐらいの大きさになってます。でこちらはメーカーオプションでスペアタイヤをつけているモデルとなってます。ここの部分がこうくぼんでることによってゴルフバッグが置けるよというものなんですけれども、スペアタイヤが入ってる分この段が下げられないので、こう斜めですかね、ゴルフバッグを置くんでしたらこういう斜めの形で置いていただくようになるかと思います。それでは内装を見ていきたいと思います。こちら G グレードということで、内装色ブラックとなっています。こちらのシートもですね、上級ファブリックということで、前面がファブリックシートとなっています。それでは乗り込んでいきます。こちらのフロアマットもオプションとなっています。やはり質感的には Z グレードの方が高かったなという印象はあります。ドアのあたりもこういう素材感になっているので、グレードとしては抑えられている形となっています。あと一番 Z グレードと大きく違う点としては、ここのメーターが違うものになっています。それではブレーキを踏んでエンジンスタートストップを押していきます。エンジンスタートストップはハンドルの左手側にあります。エンジンがかかりました。こちらヤリスクロスの G グレードということで、 Z グレードと大きく違っている点は、こちらのディスプレイが G グレードではヤリスと同じものとなっています。こちらがシフトレンジとタコメーター、真ん中がマルチインフォメーションディスプレイ、こちらがデジタルで表示する速度とガソリンのメーターとなっています。今外気温3度ということで、路面凍結の恐れありということで表示が出ています。駐車場に停車はしてるんですけれども、隣接する道路が速度規制30キロということで、ロードサインアシストも出ております。電動パーキングブレーキが採用ともなってますので、電動パーキングブレーキ作動中ということで、そちらのマークも出ています。こちら前のパネル表示を変えることができます。このスイッチで前の画面を変更することができます。路面の状態を教えてくれるもの、ね、やオーディオ選択、ドライブインフォメーションということで出ています。メーターのコードを変更することができます。機能のオンオフ等もできるようになっています。はい、こちらセンタートレースもついています。
ソーダ支援あり、センタートレースありとなってます。ガソリンモデルなのでハイブリッドのものよりはかかってるエンジン音は結構しますね。ハイブリッドのモデルだとエンジンがかかってないアイドリングストップ状態になることも結構あるんですけれども、ガソリンなのでそういったことはないです。個人的にはこの表示おすすめですね。運転中に何が危険とか出てくるといいと思うので、これとても見やすいと思います。この真ん中の車線ですね、車線を感知できてる時、できていない時と表示が切り替わるようになってますので、こちらとても見やすいと思います。 Z グレードはマルチインフォメーションディスプレイ、オプティトロンメーターとなっています。 Z グレードと違っている点としましては、電動でシートが調節できたんですけれども、こちらに関しては手動のものとなっています。そうですね、これで高さを上げて、こちらでこう下げて、あとまた席の前後ですね。席の下にレバーがありますので、これで前後が動かせまして、あとはリクライニングも手動となっています。はい。ということで、一旦私の運転しやすい位置にシートを合わせて、後席に乗り込んでいきたいと思います。大体これぐらいですかね。こんな感じで。はい。助手席側は一番後ろになっているので、こちら、まあ、少し前に出した状態で後ろの席に乗ってみたいと思います。それでは後席に乗り込んでいきたいと思います。こちらのヤリスクロス、結構ここの間隔が狭いです。あんまりこう90度までいかない角度で開くようになっているので、少しこう回り込んで乗ってください。後席に乗り込みました。後席も上級ファブリックが使われたシートとなっています。 Z グレードと違う点としては、ここにシートポケットはないですね。ない形となっています。前面が硬いハードプラスチックで覆われたドアとなっています。こちら前席は運転ポジションまで移動したので、拳1、2、3つあるかなぐらいの広さになりました。前席を一番後ろまで下げると後席は乗れないかなというような広さになってます。基本が家族で乗ったりというよりは、車が好きな20代から40代ぐらいの方が乗るようなイメージになってますので、後席に関してはそれで5人乗ったら結構狭いのかなという印象はあります。こちらは G グレードなので肘置きがついてます。ドリンクホルダーもここにある形となっています。後席に関しては席をこう前後に動かしたりとかはできないようになっています。後席はリクライニングできない形となっています。後ろ高さも、私身長156センチですが、拳縦に2つ分ぐらいの広さっていう感じですね。そんなにすごく背の高い車という感じではないです。それではヤリスクロス G グレード見ていきましたけれども、ヤリスクロスの中間グレードということで、 Z グレードよりは少し質感としては低めになっていました。ただし金額もその分抑えられてはいるので、非常に購入しやすいモデルかと思います。ジャパンカーレスキューではこちらのヤリスクロスレンタカーとしてありますので、試乗していただくことも可能です。ご注文いただくこともできます。何かございましたらご連絡お待ちしております。これからも車に関する情報や面白い動画など投稿していきますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。動画見てくれておおきに。ほなねー。